歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。環境問題、これはね、もう本当に我々がもう今一番考えなきゃいけない喫緊の課題ですよね。まあ、ついでに言うとね、私ちょっと声が、はい、前回からちょっとおかしいんですけども、これね、多分ヒノキ花粉と、はい、もう一つは黄砂の影響なんですね。この黄砂っていうのが、九州以外で見てる人ちょっとあんまりピンとこないかもしれないですね。あ、いや、ただ今回の黄砂は東北にまで到達したっていう。あ、そうですね。はい、だからあの福岡、僕大牟田だったんですけど、うん、大学の時に初めて黄砂っていう言葉聞きました。あ、だから大牟田には多分来てなかったと思うんです。そうですか。福岡市内はもう昔から、うん、これ結局中国の砂漠の砂が冬場凍って、うん、で、暖かくなって、それがあの溶けて、で風に舞ってどんどんその砂があの来てるんですよ、うん、それもそのゴビ砂漠とかね、あのモンゴル高原の近くだけじゃなくて、はい、中央アジアのタクラマカン砂漠ですね。もっとあの西側のその中東のね、砂漠のあたりから、それもやっぱ偏西風のって来てるらしいんですよ。ただこれはね、もちろんあの日本にとっては環境破壊の側面ももちろんあるんだけども、これがね昔から降り積もってるわけ、うん、でミネラル分に結構富む砂が多くて、うん、でそれがこの西日本の豊かな土壌を作ったと。ああ、あるいは海に落ちるとそれがですね、はい、プランクトンを増殖させるらしいんですよ。うん、であの、ね、限界などを含むあの東シナ海の豊かな海を作っていったということがあるんで、はい、だから悪いことばっかりじゃないと。ただ砂漠は実は広がってるんですよね。広がってますね。だからこれに関してはどう、いや僕だからね、あのトレゴエさんのあの一度番組、環境番組を見て、トレゴエ俊太郎さん、はい、トレゴエ俊太郎さんが、うん、あのそれ2回目だったみたいで、うん、初回やったの10年前だったけれども、うん、確実に前やった時は砂漠になってるからこっち側で撮ったねっていう話をしてらっしゃるんですよね。だから砂漠、まあだからここまでの規模になると、うん、果たしてその人間が止められるものなのか、うん、それから人間が破壊しただけでそうなっているのかっていうのが、その辺はちょっとわからないですね。わかりにくいところがあるんですよね。ただあの砂漠化の進行を止めるためにね、はい、一つ日本の技術が利用されつつあるというのはご存知ですか？あ、いや知らないです。あの結局ほら保水能力がなくなって砂漠化するじゃないですか、はいはい、で土の中に水を溜めるための一つの道具として紙おむつのほらおしっこを溜めるやつ、あ、はい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 、あれを応用したものがね今利用されつつあるらしいんですよ。だから日本の技術がね、はい、まあ、あの中国の砂漠化を防ぐために一つ活用されてると、はい、なるほどなるほど、うん、あれっておしっこをまああの溜めますね、溜めますね、うん、それをじゃあ砂漠の中に埋めていこうってことですか？そういう活用が始まってるらしいんですよ。そういうことも含めてね、はい、前回の続きなんですけども、はいはいはい、まあ、1992年の、まあ、リオデジャネイロの国連環境開発会議、ブラジルでですね、いろんな問題が出たけど、やっぱり一番大きいのは地球温暖化、はい、これを防止すると、はい、いうことで、そのためのですね専門の部会ができて、まあ、COP 何々という会議がずっと繰り返されていったわけですね、はい、その中でも重要なのが1997年、京都で開かれた COP3、別名京都会議ですね。ここで採択されたものが京都議定書ですから、うん、はい、京都議定書、まあ皆さんもね、まあ、世代によってどれぐらいね、うん、あの覚えてらっしゃるかわからないですけれども、パリ協定の前はずっと京都議定書、京都議定書、あれなんで京都で開かれたんですか？まあいろいろあります、理由は。そうですか。でもなんかあの京都議定書っていうふうに言われている以上、うん、なんか日本がイニシアチブを取っているんだみたいな、僕は勝手なイメージがあったんですよ。いや、あのおっしゃる通りでね、当時、まあ、これ1997年なんです、はい、1997年ということはアメリカ大統領がクリントンで、はい、副大統領がアル・ゴアさん、あ、はいはい、もうある意味環境保護の求心なんですよね。そうですね。でそういった背景もあって、まあ、日本でもね、その温室効果ガス、まあ、特に二酸化炭素ですね、うん、こういったものを、まあ、日本ガンガン出してるんで、これなんとかせないかんばいという話になるわけです。でアメリカも含めて、でじゃあ京都でやりましょうと。でこの会議がやっぱりね、その画期的だったのは、一般的に地球温暖化ダメですよね、防止しましょうじゃなくて、はい、原因は二酸化炭素なんかの温室効果ガス分かってんだから、うん、排出規制を作ろうと。
今これぐらいアンタムに出してるよね、はいはい、これぐらいまで削減しなさいと、はい、やっぱ具体的な数値目標を出したと、うん、これがやっぱり画期的だったんですよ。これがね、あの確か、この時に比べて何パーセント減みたいな、そういう話だったんですよね、はい、まあ、2012年までに、はい、今よりも 6% 日本だったらね減らしなさい、はい、アメリカは 7% 減らしなさい、はい、EU 諸国はこれやっぱヨーロッパ偉いですよ、 8% 減らしますと。だから、うん、そういうことを言うんですよね。そう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 。ところがですね、はい、日本とあのヨーロッパ諸国はそのための努力をやろうとしたわけ、はい、ところがアメリカは当時議会の多数派、特に条約の承認権を持っている上院の、ね、多数派が環境保護に対してどちらかというと冷たい、ね、共和党だったんです。だからクリントンが署名した京都議定書だったんだけども、結局条約としてはアメリカは拘束されなかったんですよ。これがだからアメリカの、まあね、この大人の世界チャンネルで見ていただければ分かるんですけど、アメリカという国の成り立ちで権限っていうのがその上院っていうところにあるっていうことなんですよね。大きな権限持ってるんですよね。だから難しいんですよね。もう一つの大きな問題は何だかというと、はい、その数値目標を設定して二酸化炭素を削減して温室効果を防ぐと、はい、それは分かるけど、でインドや中国あるいはその背後にいるいわゆるアジアアフリカの国々の人たちが何て言ったかと、欧米よあるいは日本よ、お前らこれまでさ散々二酸化炭素をまき散らしてね、工業を発展させて豊かになったじゃん、で豊かになった、十分に豊かになったお前らが今から豊かになろうとする俺たちに対して削減しろと、それひどくないって。だからね、これもね難しい話で分からんでもないんですよね。分からんでもないです。あんたたち今まで出してたのに、うん、これ地球がこんな風になったらじゃあ削減しようって言って、うん、今から俺たちそれでもう稼いでいこうと思ってんのにっていう話なんですよ。結局それはもう確かその時なんですよ。チューンで京都会議の時にはいわゆる中国やインドなんかに対しては具体的な数値目標って設定されなくて、うん、一般的にまあ削減の努力をすると言ってたんですよ。ところがですよ、このあと5年間で状況変わるんですね。実際にほら中国なんて経済バッと発展するんですよ、はい、その分環境が破壊されて、特に北京の街のね様子なんかよく日本でも報道されてたけど、新型コロナウイルスがなんだかんだなる前から北京の人たちが、日本ではね冬になったらこうマスクする人多かったですけど、みんなこうマスクして、しかもカメラ構えてて、その先が何メートルぐらいまで見えますかっていうぐらい、あそこまたね石炭かなんかでストーブ炊くんですよね、寒いとこだから。 それもかなりの人口なんで、うん、あれもかなり、いやもうあれ大きいです、二酸化炭素らしい、ね、工場だけじゃなくてね、そうみたいな、家庭から出るその二酸化炭素が大変だったんです、はい、でこれでインドも同じような状況なんですよ。急速な経済発展で環境が破壊され、特に大気汚染、これが猛烈に進行していったわけで、これで目が覚めるわけですね。で中国もインドもやっぱり俺たちも削減するよと、で話し合いが進められていって2015年の、パリ会議ですね、COP21、はい、これでそのもっと具体的なですねその数値目標って出るわけですね、はい、イギリスで産業革命が始まった18世紀後半から含めて21世紀が終わるまでに気温上昇を2度未満に抑えていこうと、うん、でないと間違いなく地球環境はダメになってしまうと、うんね、これだから中国インドが目が覚めたっていうのは、うん、明らかに人間の体に異変をきたしてるんですよ。その、うん、もう呼吸が苦しいっていう、うん、疾患を持ってる人たちが増えたりだとか、もうこれはね、何もその空気だけの話じゃないんですよね、うん、そうそうそう、それはもう大気汚染というのはその中国における環境汚染の一つであって、はい、もう水質汚染とかね、うん、土壌汚染とかいっぱい出てくるわけですよ、うん、でこれにまあ政権が気がついて、で気がついたらね一党独裁の国早いんですよ。ああ、やっぱなるほど。これあんまりね肯定的に言いたく僕はないんだけど、はい、やっぱ早いんですよ、ね、スピードが早いってことですね、はい、でさっき言ったように2015年のパリ会議、うん、COP21 でパリ協定が結ばれて、でその具体的な数値目標もさらに設定されると、うん、さらに二酸化炭素の削減で苦労している国々に対しては資金援助をすると、はい、総額1000億ドル、うん、
すごいあれですよね、うん、でこれでまあいい方向に行くのかと思ったらば、はい、2016年に大統領に当選したアメリカのトラちゃんが、トランプ大統領がパリ協定から離脱しますよっていう風な話をしちゃったんですね。そういうやってるね、はい、で結局、これ2017年かな、パリ協定から実際離脱したわけですよ。僕あのトランプ大統領のね任期の4年間でいろんなことをやったんですね、はい、あの人ね、はい、で俺一番大きな罪は何かってやっぱパリ協定から離脱したこと。これね、じゃあなんでっていうことになりますけれども、簡単な話です。あの結局、自分を支援してくれている人たちがその環境破壊のことについてああだこうだ言われるとビジネスがうまくいかないっていう人たちがたくさん支援してくれている。でもその会社がやることによって便利な世の中を享受しているのも我々だっていうこともちゃんと知っておかなきゃいけないですよね。で、まあアメリカの話で言ったんで一言言っておくと、はい、まあ、そういうアメリカだったんだけど、うん、実際にあの株式の動向を見てみるとですね、例えば二酸化炭素をやっぱ出してしまう企業の株価って上がってないですよね。ああそうですか。で再生エネルギー関係、はいはい、あるいはその環境保護に熱心な企業、うん、そういう企業しかね将来性はないというように投資家たちはやっぱ考えてる。なるほどなるほど。でそういう株はね順調にやっぱ上がってるんですよ。だから僕一度坂本龍一さんに、うん、あのインタビューした時に、もうこれ10年ぐらい前ですけれども、うん、やっぱりこうカーボンオフっていう言葉をおっしゃってて、うんうん、でそういうことを、まあ、環境とかを考える企業のものを消費者がちょっと高くても選択するような世の中になるだろうっていうふうにおっしゃってたんですが、その流れはやっぱり今できてますね。今だんだん、そうそう、だから10年前に聞いた時に、うん、果たしてどうだろう、やっぱりこう安いものに人間ってこう流れるんじゃないかっていうふうに思ったんですけれども、うん、今やっぱだん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 に人間が皮膚感覚で、だって皆さん考えてみてくださいよ、2011年の、まあね、東日本大震災、これはもう本当にで大震災だから、まあ、地球の、まあね、地震っていうところから津波っていう、でそっからあとどんだけ九州北部豪雨だって何回ありましたか、うん、もう台風だって何回ありましたか。だからやっぱりこの地球温暖化っていうのはかなりやっぱりこう影響を与えてるっていうふうに、もう目に見える形で出てきてるんですよ。で実際我々は被害を受けてるわけです、ね、そうなんですよね。さらに言うと、さっきあのね、あのパリ協定で2度未満、気温上昇を2度未満に抑えると言ってるけども、そのパリ協定がまあ2015年なんですけどね、この6年間の研究で2度じゃやばいぞとなってきてるんですよ。2度じゃもう無理だと、もっと下げないとダメだと。そのためには当然ながら我々のエネルギー消費も少なくしなくちゃならないし、いろんなものを生産して販売する中経済システムね、根本的なやっぱり見直しが必要なんだ。いやだからそうなんですよ、結局じゃあどこで便利な生活を、まあ、ここまで便利になったらいいねって言って、うん、みんながその先をこうどうするっていうところに考えが及ばないとなかなか難しいですよね。もう結論言っちゃうと、もう特に先進国と言われる国々の人たちは生活水準、消費のね水準を下げないとかもう無理ですね。そこまで来てると。だから欲望をコントロールする経済学っていうのが今後ねやっぱ必要になってくると。これね、もう本当欲望の資本主義っていうね、あの NHK が番組もやりましたけれども本当で、村上春樹さんとかもいろんなところで講演してますけれども、うん、そこなんですよね、欲望をどこであのストップさせるかっていうことをやっぱりそろそろ考える時期に来てるんじゃないか。最後に一つだけあのアフリカの言葉言っていいですか、うん、はい、あの地球というのは決して、祖先からもらったものではなく子孫から借り受けているものだっていう、だからちゃんとした状況で申し送りしないとこれはやっぱダメなものなんだっていうふうにアフリカの、まあ、あの言葉で昔からあるらしいんですよね。素晴らしいですね。いや本当そう思います。あ、はい、まああの環境のことについてね、はい、2回シリーズでお届けしました。